浅間山荘事件。浅間山荘事件は、1972年昭和47年2月19日から2月28日にかけて、河合楽器製作所の保養所、浅間山荘において、連合赤軍が人質を取って立てこもった事件である。概要。1972年昭和47年。 2月19日、日本の審査翼組織連合赤軍のメンバー5人が管理人の妻、当時31歳を人質に浅間山荘に立てこもった。山荘を包囲した警視庁機動隊及び長野県警察機動隊が人質救出作戦を行うが難航し、死者3名、うち機動隊員2名、民間人1名、 重軽傷者27名、うち機動隊員26名、報道関係者1名を出した。10日目の2月28日に部隊が強行突入し、人質を無事救出。犯人5名は全員逮捕された。人質は219時間、約9日監禁されており、警察が包囲する中での人質事件としては、 日本最長記録である。国間の環境における警察と犯人との攻防、血まみれで搬送される隊員、鉄球での酸素破壊など、衝撃的な経過がテレビで生中継され、注目を集めた。2月28日の総世帯視聴率は、調査開始以来最高の数値を記録し、18時26分には、民放、 日本放送協会 NHK を合わせて視聴率89.7%ビデオリサーチ関東地区調べに達した。同日の NHK の報道特別番組9時40分から10時40分にわたって放送は平均50.8%の視聴率ビデオリサーチ関東地区調べを記録した。 これは事件から45年以上が経過した現在でも、報道特別番組の視聴率日本記録である。浅間山荘の概要と現在。事件の舞台となった浅間山荘は当時、軽井沢保養所浅間山荘という名前で、河合楽器製作所健康保険組合が所有しており、現在の軽井沢レイクニュータウン内にあった。 軽井沢レイクニュータウンは、1962年より開発が始まったリゾート別荘地で、多くのホテルが立ち並び、1963年には、軽井沢湖という湖も完成し、人気を博したが、山奥ということもあり、競合するリゾート地が現れ始めると、徐々に下火となっていった。現在は当時の開発区域の一部だけが残っており、 2007年には、軽井沢湖のほとりに軽井沢レイクガーデンという英国式庭園が開業したが、かつてほどの賑わいはなく、山奥の静かな別荘地として存続している。事件の発端、1971年、1970年代初頭、連合赤軍の前身である日本共産党革命左派神奈川県委員会、 マスコミ通商、景品安保共闘、及び共産主義者同盟赤軍派の両派は、それぞれ銀行に対する連続強盗事件、M 作戦と、猛火重宝店襲撃事件を起こして、資金や銃、弾薬を入手し、得意かつ凶暴な犯行を繰り返しながら逃走を続けていた。これに対し警察は、 都市部で徹底した職務質問やアパートの居住者に対するローラー作戦を行いながら、猛火重宝店襲撃事件が発生した1971年2月は捜査強化月間とされ、全国24万カ所の一斉捜査が行われた。総力を挙げてその行方を追っていた。一方、一連の学園紛争が終焉を迎えた当時にあって、 マスコミ関係者の間でも一部の公安担当記者らを除いては両組織の存在すら知られていなかった。警察に追われていた両派のメンバーは群馬県の山岳地帯に警察の目を逃れるための拠点として山岳ベースを構え連合赤軍を旗揚げした。潜伏して逃避行を続けていたが間もなく警察の山狩りが開始された上、 外部からの援助なども断たれたため、組織の疲弊が進む。1971年の年末から、山岳ベースにおいて、銃による殲滅戦を行う、共産主義化された革命戦士になるための総括の必要性が、最高幹部の森恒夫や長田洋子によって提示され、仲間内で、相手の人格にまで踏み込んだ、 自己批判と相互批判が次第にエスカレートしていき、総括に集中させるためとして、暴行、極寒の屋外での束縛、絶食の強要などされた結果、約2ヶ月の間に12名に及ぶ犠牲者を出し、山岳ベース事件、内部崩壊が進んでいた。同時に群馬県警は350名を動員して、 大規模な山狩りを開始しており、県内の山岳ベースで息を潜めていた連合赤軍メンバーに対する包囲網は迫っていた。1972年、1972年2月15日、近隣住民から不審な火の手が上がっているとの通報を受けて駆けつけた群馬県警が、春名ベースの焼け跡を発見した。 妙義産ベースに潜伏中であった坂口博士らは、直前まで事実上の拠点として使用していた春名産ベース跡地発見のニュースをラジオで知ると、群馬県警察の包囲網が迫っていることを悟り、メンバーに歌唱山ベースの解体を指示するとともに、資金調達のために上京していた最高幹部の森と長田と協議するべく東京へ向かおうとした。 坂口、上垣、康弘ら5人は森、永田との合流のため東京で借りたレンタカーのライト板で出発したが苗木湖近くの林道で丁寧にはまり身動きが取れなくなったところを付近を捜索していた警官2人に見つかり職務質問を受ける警官らは当初車両の脱出を手助けしていたが指名手配されていた坂口、上垣ら3人は 警官が目を離している隙に逃亡。残されたメンバー二人は、9時間の車内での牢状の末、この間に車内の男女は警官らの呼びかけに一切応じず、缶詰を食べたり、放尿したりした。歌唱山ベースを作った際に、国有林の木を違法伐採したとする森林法違反、森林窃盗容疑で逮捕された。 この間に運よく通りかかった工事用トラックに便乗させてもらい、ベースに戻ることができた坂口らは、留守をしていた6人のメンバーを引き連れて、合計9人、森、長田、不在のまま、急遽山越えにより、群馬県を出て隣接する長野県の作市方面へ逃げ込むことにした。長野県では、まだ警察が動員されていないと思われていたためである。 同日、警察は過小ベース跡地も発見し、連合赤軍メンバーの足取りを徐々につかみつつあった。事態を受けて、当期は少人数しか配置されていなかった軽井沢署が限られた人員を割き、署長も含めた署員らが拳銃を携行して、ワミ峠で逃亡者を待ち構えていたが、連合赤軍メンバーは、 警察が警戒しているであろう道路を避け、あえて急斜面の沢を伝って移動する困難なルートを選択した。ヘリコプターやパトカーをかわしながら、雪山の道なき道を進んだ連合赤軍は、装備の貧弱さと厳冬期という気象条件が重なって、山中で道に迷い、軽井沢へ偶然出てしまった。なお、 警戒中の警官らによって夜間に山中を移動しているメンバーの懐中電灯の光や夜が明けて残されていた足跡が発見されたがあまりにも奥深い場所であったことや足跡の周辺の雪が崩れていたことなどからメンバーは先導者の足跡を踏んで移動することで足跡から判別できる人数を偽装していたいずれも 下山中の漁師だろう。前日見落とした古い足跡だ。と判断された。仮に両者がこの時点で接触して銃の打ち合いになっていた場合、ライフルを持つ連合赤軍に対し、警察は拳銃で野外の銃撃戦を挑まねばならず、大きな被害を出していたであろうとも言われる。一方、都内にいた森と長田も、 は名山、さん山ベース跡地が発見されたことを知って、坂口たちと合流すべく、妙義山ベースに向かうが、すでにベースを捨てて脱出した坂口らと入れ違いになり、2月17日に山狩りをしていた警察官に見つかり、抵抗の末逮捕された。2月19日午前、山中でビバークした連合赤軍メンバーは、上垣ら4名を、 偵察を兼ねた食料などの買い出しに町へ派遣した。しかし、軽井沢駅の列車内で二手に分かれていた上書きグループは職務質問を受けた。一方は手製爆弾や実弾を所持しているのを見つけられて、銃刀法違反の現行犯で逮捕され、もう一方もとっさに住所として答えた長野市内の地名が、 でたらめであることを地元出身の警官に見破られ、逃走を試みたが逮捕される。この逮捕劇の発端は、長期間入浴していなかったため、悪臭を放っていたメンバーらを、駅売店の店員が不審に思い、駅の助役に通報したことであった。こうして29名いた連合赤軍メンバーは、ここに至るまでに、 12名が山岳ベースで殺害され、4名が脱走、8名が逮捕された結果、事件発生直前には、坂口、坂東国夫、吉野正邦、加藤道則、加藤道則の弟、以降、加藤弟と表記、の5名を残すのみとなっていた。レイクニュータウン付近の雪道で待機していた連合赤軍メンバーは、 ラジオで四人の逮捕のニュースを知ると、自分たちが軽井沢にいることを悟るとともに、警察の追跡を恐れて移動を開始した。捜査人も逮捕者らがレイクニュータウン方面から来たことを聞き込みで突き止めて、捜査網を狭めた。事件の経過、浅間山荘への立てこもりから制圧まで。2月19日、 雪道を出た連合赤軍メンバーは、まもなく自分たちが別荘地の外れにいることを知る。軽井沢レイクニュータウンは、当時新しい別荘地で、連合赤軍の持っていた地図にはまだ記載されていなかった。2月19日の正午ごろ、メンバーは軽井沢レイクニュータウンにあった、無人のサツキ山荘に侵入し、 台所などにあった食料を食べて休息したり、洗面や着替えをしたりしていたが、捜査中の長野県警察機動隊1個分隊、5人、レイクニュータウン近辺の別荘の捜査が行われていた。が、この建物を検索し、中に人がいることを察知すると、雨戸の外から外へ出てくるよう呼びかけた。坂口はこれに応答しないまま発砲。 即座に機動隊側も拳銃を発砲してこれに応戦した後、吉野も参加して銃撃戦となった。加藤道則が坂口に対し、警察官を包囲してパトカーを奪って逃走することを提案したが、坂口は何も答えなかったという。15時10分ごろ、現場から犯人発見と発砲を受けている旨の緊急法が出され、 軽井沢署の所長室にいた。所長は別の打ち合わせで不在。警備第二課長の北原重利が居合わせたパトカーに飛び乗って現場に急行した。この時、北原はほぼ使ったことのないパトカーの無線機で、喧下の無線は全部黙れ、東北新各所からできるだけ多数の人員を応援させられたい、と指示を出した。 15時20分頃、メンバーは銃を乱射しながらサツキ3層を脱出し、自動車がある家を探す中で、浅間3層を発見した。この時、機動隊2人が連合赤軍メンバーに撃たれて負傷している。最初に侵入した坂口が、管理人の妻を発見。管理人や宿泊客は外出していて、3層内は、 管理人の妻一人きりだった。坂口は管理人の妻に、騒いだり逃げたりしなければ危害を加えない、と繰り返し告げ、人質として立てこもることにした。吉野は管理人の妻の拘束に異議を唱え、車を奪って逃げることを提案したが、坂口は管理人の妻を人質として警察に、 森と長田の釈放と、浅間山荘のメンバーの闘争を保証させようと計画していた。しかし、吉野がそれに反対したため、この計画は断念されたが、皆が食事をとっていないこと、坂口自身が上書きに右の靴を貸してしまっていて履いていないことを挙げて、山荘に留まる考えを示すと、坂東も同調したため、最終的に、 吉野が坂口の意見に折れて牢上することが決定した。坂口が車のキーの所在を人質に尋ねると、車のキーは出かけている人質の夫が持っていると答えたために、車での逃走も断念した。なお、連合赤軍5人の中に車の免許を持っている者はいなかった。事件後、 車のキーは山荘の玄関で発見されたという。坂口は人質に対し、人質ではなく助けを求めた山荘の管理人という説明を行い、以後この考えに縛られ、人質を利用する考えを放棄せざるを得なくなった。警察側は人質を取られている上、十分な人員が到着しておらず、 また別道の連合赤軍の高欧の恐れもあったため、突入できずに説得を試みている中、連合赤軍メンバーらは山荘内にバリケードを築いていった。すでに逮捕され、本事件の勃発を知らされた連合赤軍リーダーの森恒夫は、渋川署員に対して、警察が全員射殺をしない代わりに、 自分が立てこもっているメンバーを説得して投稿させるとして現地に行かせるように要求したが、その前に供述するよう要求され、森はこれを拒否したため実現しなかったという。森はこの自身の行動を敗北主義、幸福主義として事件後に自己批判している。2月20日、 2月20日、朝食後、坂口、坂東、吉野の3人で、今後の方針を協議。吉野が警察の包囲網を強行突破することを主張したが、他の2名の反対に会い、自説を取り下げた。吉野は交戦して殺害されることを念頭に置いて、このような主張をしたと、逮捕後証言したという。 坂口は人質を自分たちの闘争の取引に使うことを一度は提案したが、前夜人質に人質でないと説明したこと、山岳ベース事件の犠牲者への償いのためにも、警察権力と戦うしかないと考えたことから、この考えを取り下げる。坂口は、ここで徹底抗戦する。一日でも長く銃撃戦を戦う。 警察官に降伏しない。一日でも長く交戦を続けることに意義がある。と発言し、坂東、吉野もこれに同意した。徹底交戦をするのなら人質は必要ないのでは、と吉野が人質を解放する案を提案したが、坂口は身元が発覚することを理由に却下。実際は長く交戦するためだったという。 坂口が協議の結果を加藤兄弟にも説明した。犯人たちは山荘内の食料を集め、1ヶ月は持つと考えていた。警察は管理人から山荘には20日分の食料が備蓄されており、さらに6人分の宿泊客のために食料を買い込んでいることを聞いたため、兵糧攻めは無理と判断して、 説得工作を開始した。8時40分と同46分に上空のヘリに向けて犯人たちが発砲。午前11時過ぎから装甲車の中より夫や親族による人質への呼びかけが行われた。当初は人質を縛り付け、口にはハンカチを押し込んで声が出ないようにしていたが、この日の午後、 坂口が独断で縄を解いた。前日に人質に対して人質にするつもりはないと言ったことと、人質の金幕姿が山岳ベース事件で縛られながら臨地死した同志と重なったためであったという。坂口の独断による行動であったが、他のメンバーは何も言わなかった。人質も交えて夕食。 加藤弟が電気ジャーでご飯が炊き上がってすぐ食べようとしたのを人質がご飯は少しそのままにしておいた方が美味しいよとたしなめ加藤弟が素直に従いご飯が蒸れるのを待ってから人質のもういいでしょうの言葉を聞いてから食べるなど犯人と人質の間でちょっとした雑談があったという 2月21日2月21日犯人5人は盗聴や人質から身元が割れることを警戒してコードネームを決めたコードネームは坂口は浅間坂東は立山吉野は富士山加藤道則は赤木加藤弟は霧島であった犯人たちは 味演説も行わず、電話にも出ず、警察に何も要求せず、ただ山荘に立てこもって発砲を繰り返した。14時過ぎ、人質の夫から妻への激励の手紙や果物を差し入れたいとの申し出を受け、第9機動隊隊長の大久保伊勢尾慶視が丸腰で山荘の玄関前に果物かごを置く。犯人らの反応はなく、 カゴはそのまま放置された。犯人たちは盗聴器が仕掛けられているかもしれないとして受け取らなかった。さつき山荘に残された指紋から、吉野のものが発見され、警察は吉野と行動を共にしていた坂口も現場にいると判断し、二人の肉親を呼び寄せていた。午後5時頃、 坂口、吉野の母が到着し、説得を行う。犯人らは全員ベッドルームでこれを聞いていた。坂口は人質に、俺の実家は花屋をしている。田舎だから村八部にされていると思う。と弱気な口調で話したという。19時、山荘内のテレビで、アメリカ合衆国ニクソン大統領の 中国訪問のニュースを見た犯人らは衝撃を受ける。加藤道則は後にこの時のことを辞書でこう語っている。私や多くの仲間が武装闘争に参加しようと思ったのはアメリカのベトナム侵略に日本が加担することによってベトナム戦争が中国にまで拡大しアジア全体を巻き込んで ひいては世界大戦になりかねないという流れを何が何でも食い止めなければならないと思ったからだった。私たちに武装闘争が必要だと思わせたその大前提がニクソン法中によって変わりつつあった。ここで懸命に戦うことに何の意味があるのか。もはやこの戦いは未来にはつながっていかない。そう思うと気持ちがなえ。 自分がやってしまったことに対しての悔いが芽生え始めた。19時半頃、警察の阻止線を越えた男が山荘に近づこうとしているのを発見され、逮捕される。男は新潟市内でスナックを経営する民間人で、警察は厳重注意の上、23時20分に釈放。2月22日、 2月22日午前、吉野の母が説得している最中に銃声。吉野の母が、お母さんを撃てますか、と言ったことに対し、吉野はさらに発砲。銃弾は、吉野の母が乗る装甲車に当たり跳ね返った。涙を流す吉野に坂口は、君のお母さんはインテリだからよく話すね、と言い、 後年後悔したという。正午頃、画家の男と SBC の記者が警戒線を突破して山荘に近づこうとしているのを取り押さえられる騒ぎがあり、この隙に警察の包囲をすり抜けた前日の民間人の男が山荘の玄関先に現れ、文化人を名乗り人質の身代わりとなることを主張。 前日に大久保警視が置いた果物かごを持って内部の犯人に呼びかけ出した。警察が山荘の学生諸君、この人は警察官ではない、民間人だから撃たないように、と呼びかける。坂口は私服警官ではないかと疑いながら監視を続け、吉野が威嚇発砲を行うが交代せず。坂口は、 機動隊にウィンクをするなどした男にさらに不審を感じ、ついに拳銃で狙撃。男は一旦倒れたが、すぐ立ち上がり自力で階段を這い上がり、機動隊員に保護される。警察の呼びかけに男は、ああ、いてえ。俺か俺は大丈夫だ。と答えていたが、実は脳内に弾がとどまっており、その後容体が悪化。 3月1日に死亡した。これにより犯人が38口径の拳銃を持っていることが判明した。一人目の犠牲者。14時40分ごろ、吉野と坂東の発砲により警察官2名が負傷。超望遠レンズを持たない長野県警の鑑識範囲らが現場判断で 関東管区機動隊の特型車の後ろに隠れて山荘に接近したところ、車両の速度と歩調が合わず、さらに凍った道路に足を取られるなどして、車体の影から露出したところを狙撃されたもので、最初に散弾で分隊長が右膝を撃たれ、さらに倒れた分隊長を救出しようと駆け寄った隊員が、首筋にライフル弾を受けた。 この隊員は一命は取り留めたものの、口も聞けなくなるほどの重傷を負った。この失態により警察内部の主導権争いで長野県警の旗色が悪くなり、長野県警本部長の野中勲による判断で、爆僚団が指揮系統を抑えるとともに、山荘周辺の警備実施は警視庁機動隊に任せることになった。 20時10分、米中首脳会談を見せるためにあえて電気をそのままにしていた警察が山荘の送電を断つ。三層内の部屋が真っ暗になると同時に、外周に設置した投光機で山荘が照らされる。山荘から数発の発砲。以後、電気は切られたままだったが、ガスと水道は止まらなかった。 23時16分、投稿機の照明灯が山荘から狙撃される。この日、警察が山荘の玄関先にメガホンを置いて政治的主張を訴えるよう要請。人質を取りながら何も要求してこない犯人を不気味に感じたためだったという。吉野が訴えるよう主張するが、坂口は、 黙って抵抗していくことが我々の主張となると拒否。2月23日24日2月23日14時過ぎ、警官隊は山荘の3階玄関前に3台の特型警備車を配備し、強行偵察を開始16時半頃には 2階風呂場に催涙ガス弾20発が撃ち込まれた。坂口はメンバーと人質にレモンを配り、人質を含めた全員が、目の周囲、手の露出した部分にレモンをこすりつけた。警察は、強行偵察の目的であった、犯人の特定と人質の安否の確認は果たせなかった。2月24日1時ごろ、 犯人らを眠らせないための祇園作戦が開始される。作戦開始の合図として、照明弾一発を発射する手はずとなっていたが、最初に点火した照明弾がくゆるだけで打ち上がらないため、別の照明弾を発射したところ、最初の照明弾が作動してしまい、犯人らの突撃を意味する二発の照明弾が打ち上がってしまった。 この日は長野県警が現場を受け持ち、残りの部隊は休息を取る予定だったが、慌てて緊急配備を敷いた警察は肩透かしを食う。5時と6時に人質の親族による呼びかけ。人質は安心させたいからとバルコニーに立つことを要望し、吉野が顔だけでも見せてやったら良いのではないかと発言したが、坂口は拒否。 サ月山荘に残された指紋から新たに坂東のものが発見され、この日9時半、坂東の母が警察の要請に応じて現場に到着し説得。坂東は黙って聞いていたという。正午ごろ、警察による山荘への放水が始まり、水圧で玄関のドアやバリケードが破壊される。 犯人たちは散弾銃で応戦。2月25日、26日。2月25日、深夜から警察による疑音作戦、録音テープによる銃撃音等の偽装攻撃と投石が行われるようになり、犯人たちは不眠に悩まされるようになる。2月26日。 前夜から濃い霧が発生していたため、吉野がこれに乗じて脱走を提案。排水管や浄化層などを調べるが、脱走に利用できそうになかったため断念。九時半、人質の親族が再び呼びかけ、人質が、顔だけでもいいから出させてください、と頼むが、坂口はこの日もこれを拒否。 坂口は人質に、どうして命を粗末に扱うのか、と問われるが、笑って答えなかった。また、人質から自分を盾にしないこと、裁判になった際にも自分を証人として呼ばないことを要求され、坂口はいずれも了承。坂口が人質のバッグに入っていた善光寺のお守りを人質に渡すと、 人質は自分で首にかけ、ベッドに横になった。坂東が玄関右側にいる警官隊を見て、爆弾を投げつけて倒れた警官を引っ張り込んで人質に取ろうと提案。坂口は、縛り上げて北側のベランダに吊るし上げておこうと同意したが、爆弾を投擲するための穴を開けることができず断念。 このほか、玄関口のガス管を解放して、機動隊が突入してきた時に爆破させる案も出されたが、玄関口が風通しが良いことから断念された。夕方、山岳ベース事件の犠牲者、寺岡孝一の両親が到着し、午後6時40分から呼びかけ、メンバー全員がベッドルームに集まりこれを聞いていた。 寺岡の両親も警察も、この段階で寺岡がすでに死亡していることを把握しておらず、山荘内に立てこもっているものと考えていた。聞いていた犯人のうちの誰かが、この世にいない者の,の親を呼ぶんだからな、と発言。坂口はこれを聞きながら、言いようのない胸の圧迫感があったという。夜、 坂口がつまみ食いをするのを見たことをきっかけに、吉野が坂口と坂口に対して強い不満を抱いていたことを坂口に打ち明け、坂口に総括を要求する。坂口は山岳ベース事件の犠牲者である吉野の妻に対する総括を求めてなだめる。最終的に坂口に促されて、坂口が自己批判。 犯人たちは人質に対して、警察側にも犯人側にもつかない中立の立場でいることを要求。殺されるまで戦い抜くという坂口に人質は、どうしてそんなに命を粗末に扱うのと尋ねたが、坂口が、最後まで戦い抜いて死ぬことは意義あることだ、と答えると、人質は押し黙った。 犯人に促されるまま、中立を守ります、といった人質ではあったが、坂口の目には、内実を伴っているように見えなかった。2月27日、28日。2月27日、この日も吉野の両親、寺岡の父による呼びかけ。午後、ラジオからの事件関係の放送がなくなる。 連合赤軍事件に関する取材報道協定が結ばれたためであった。26、27日と警察の接近行動が形ばかりのものになっていたため、犯人たちは全員で警察の出方を協議。結論は出なかったが、明日はこれまでにない接近行動があるだろうと予測。2月28日、5時、投石が止む。 9時、警察による投降勧告。同じ頃、吉野が浅間山荘の隣の芳賀山荘で、数名の機動隊員が無防備で休憩しているのを発見し、散弾銃を構えたものの発砲はしなかった。9時55分の最後通告の後、10時に機動隊が突入を開始。10時7分、 犯人によるこの日初の発砲。機動隊員の大盾にあたり、銃撃戦が始まる。同時に警察は、門剣、クレーン車に取り付けた鉄球により、山荘の玄関脇の階段の壁に穴を開け、開いた穴に激しい放水を行う。11時27分ごろ、放水の指揮をしていた。 警視庁特化車両隊中隊長の高見茂光警部が被弾。吉野か坂東のいずれかによるものとされたが、裁判でも特定されず。1時間後に死亡。殉職により警視政に特進。2人目の犠牲者。坂口はこれをラジオで知ったが、誰が撃ったのか知らなかった。11時47分頃。 第二機動隊伝令の巡査が、坂東の狙撃により、左目を被弾。後に失明する。11時54分ごろ、第二機動隊隊長の内田直隆警視が、坂東の狙撃により被弾し、午後4時1分死亡。殉職により警視庁に特進。三人目の犠牲者。 11時56分ごろ、3階の厨房に侵入し指揮していた第二機動隊4中隊長の警部が、吉野と加藤道則の,の狙撃により頭に被弾。坂口は法廷で聞くまでこれを知らなかったという。内田直隆警視重隊の方は、ラジオを通して山荘内にも伝わり、人質は、銃を発砲しないでください。 人を殺したりしないでください。私を盾にしてでも外に出て行ってください。と必死に呼びかけた。これに対し坂口は動じたものの、取り合わずに洗面所側と屋根裏のメンバーに向かって、おい、上の方。階級が高い警官。おやったぞ。と伝えた。12時30分過ぎ。 警察の作戦行動が休止したため、犯人全員がベッドルームに集まり、空いた穴の応急措置、食事。この頃には、加藤道則はすでに繊維を喪失しており、事件が早く収束して、弟の罪がこれ以上重くならないことを望んでいたという。12時45分ごろ、山荘にカメラを向けていた報道陣に、 坂口が威嚇発砲。新越放送の記者が被弾したことを知り、坂口は驚く。14時40分ごろ、厨房にたむろしていた機動隊を発見した吉野の震源により、坂口が鉄パイプ爆弾を投敵。第二機動隊四中隊の分隊長が右腕を砕かれる重傷を負ったほか、ほか四名が、 全治数日の聴覚障害を負った。15時半ごろ、警察による放水が再開され、打ち込まれたガス弾により、催涙ガスが山荘内に充満。催涙ガスにより呼吸ができなくなり、窓を叩き割った坂口は、目の前に見える浅間山を見て、浅間山荘という現場の名前の由来を、この時初めて知ったという、 15時58分ごろ、第2機動隊第2小隊巡査2名が、坂口、坂東、吉野のいずれか、裁判でも特定されず、の銃撃により、顔面に被弾。17時ごろ、機動隊がベッドルームに接近、バリケードを少しずつ排除していった。17時20分ごろ、 第9機動隊巡査が坂口と坂東の銃撃により被弾。17時55分ごろ、第9機動隊巡査部長が坂口、坂東、吉野の乱射により顔面に被弾。やがてベッドルームの壁に穴が開けられ、28人の機動隊員が突入。18時10分ごろ、 犯人一斉検挙のため、戦闘を切って突入した第9機動隊巡査が、坂東の至近距離からの銃撃により、右目に被弾、後に右目失明。その直後の機動隊突入により、18時10分、犯人全員逮捕、人質無事解放となった。犯人たちは、 報道陣の罵声を浴びながら連行された。この時、坂口は山越えで靴が破れていた植垣に靴を貸していたため、雪の降る中を裸足で歩いて行ったという。加藤道則は連行された時の感情を以下のように記している。後に全員が連行される際の写真を見る機会があったが、 私以外の四人は顔を歪めていた。私はただ前をまっすぐ見つめて歩くことを心に決めていた。悔しい思いで他の四人が顔を歪めていたとすれば、それは私も同じであったが、それは警察との戦いに敗北したことへの悔しさではなかった。私は自分が正しい情報分析もできず、 主観的な願望で、将から大へと人民の軍隊が成長し、自分が立ち上がることで、次から次へと人々が革命に立ち上がり、弱者を抑圧する社会に終止符が打たれることを夢見ていた。その自らの浅はかさを思い知り、自分の幼稚さに悔しさを感じていた。十八時過ぎ。 朝からテレビの実況中継を見ていた坂東の実家では、坂東逮捕が報じられると、父親が席を立ち、しばらく後に首を吊って死亡しているのが発見された。警察の対応、初期対応、全国を股にかけ逃走を続けた連合席軍に対し、警察庁では、警備局、 刑事局、全国の各管区警察局などが人頭指揮を取り、都道府県警察と総合調整を図って捜査していた。そして、連合赤軍一派と遭遇し、銃撃戦に応戦した長野県期一個分隊の支給法を受けた長野県警察本部では、全県下の警察署に対し、重大事案発生の法とともに動員をかけ、 軽井沢への応援派遣指令を出した。まず、山荘周辺の道路封鎖と強行突破を防ぐための警備部隊の配置、連合赤軍残党の捜索を行うための山狩りと、主要幹線道路の一斉検問実施、国鉄及び私鉄各線の駅での検問など、県警として考えうる限りの対応を実施した。また、 長野県軽井沢にて、連合赤軍発見の急報を無線傍受していた警察庁では、直ちに、後藤田正春警察庁長官の指示により、人質の無事救出、警備の最高目的、犯人全員の池取り逮捕、身代わり人質交換の拒否、下記使用は警察庁許可、犯人に向けて発砲しないことを大前提とした。 などの条件が提示され、長野県警察の応援として、警察庁、警視庁を中心とする、指揮爆料団の派遣を決定する。後藤田は、20日朝に開かれた記者会見で、何とかして、バツバツ、人質女性、さんを無事救出したいという気持ちでいっぱいである。この事件が、凶悪犯罪であることは間違いないが、 彼ら、連合赤軍は、もともとインテリなのだから、彼らの心に訴えて、慎重な作戦をとり、できるだけ血を見ないで解決したい、と述べている。警察庁からは、長野県警察本部長、野中磯尾警視官と、同格の丸山孝警視官、警備局参事官を団長として、 警備実施及び広報担当幕僚長に、笹厚行警視制、警備局付き兼刑務局監察官、警備局調査課の菊岡平八郎警視正、理事官、広報担当、情報通信局の東野秀夫専門官、通信設備及び支援担当、また、関東管区警察局からも、 樋口ち長公安部長など数人が派遣されている。警視庁からは、機動隊の統括指揮を行うため、石川三郎警視制、警視庁警備部付き、国松隆司広報課長、梅沢参事官、健康管理本部医学博士、など他にも多数の応援が向かった。後日、さっさ幕僚長の要請で、 警視庁警備部の宇田川慎一警視、警備第一課首席管理官、警備実施担当が現場情報担当幕僚として派遣される。また宇田川警視もコンバットチームと呼ばれる警視庁警備部の現場情報班を軽井沢に招集する。機動隊関係では事件発生当日の警視庁の当番隊であった 第9機動隊隊長大久保伊勢尾警視が急遽軽井沢へ緊急派遣された。しかし、東京の環境での装備しかないため、当機の軽井沢では寒さの対策に苦慮した。そこで追加派遣に第2機動隊隊長内田直隆警視が選ばれ、先に現着している9機の現場での状況も考慮し、 管冷地対策を徹底して軽井沢に向かった。第二機動隊が追加派遣された理由については諸説あるが、当番隊として先着していた第九機動隊は、当時まだ新設されたばかりであり、石川と内田は元上司と部下の関係で、互いに気心が知れており、しかも警視庁予備隊時代から機関機動隊として、 歴戦の隊であるため派遣要請されたのではという説もある。9期も減着した2期と一旦交代し、一度東京へ戻り、寒冷地対策をして、再び軽井沢に向かった。さらに警視庁からは、防弾対策、放水攻撃実施などの支援のため、特化車両隊、隊長、小林茂之警視、人質の救助、及び、 現場での受傷者の救助の任務のため、第七機動隊レンジャー部隊、副隊長、西田時雄警部指揮も追加派遣されている。警察は、当初は犯人の人数もわからず、また人質の安否もわからないまま、対応に当たることになった。後藤田長官の方針としては、当地の長野県警察本部を立てて、 爆料団と応援派遣の機動隊は支援役的な立場とされていた。しかし、現地の長野県警察本部では、大学封鎖解除警備などの大規模な警備事案の警備実施経験がなく、装備、人員等も不足しており、当初から長野県警察本部での単独警備は困難であるとの見解を警視庁は有していた。だが、 どうしても地元縄張り意識が強く、戦術、方針、警備実施担当機動隊の選定などで、長野県警察本部と派遣爆料団との間で圧力が生じ、無線装置の電波系統の切り替えや、山荘への偵察実施の方法など、作戦の指揮系統についても議論が紛糾した。結果的には、 長野県警察本部の監視識会員などが幹部に報告せずに、被疑者特定のための顔写真撮影を目的とした強行偵察を行おうとした際、機動隊員2名が狙撃され、1名が重傷を負ったこと、包囲を突破した民間人が山荘に侵入しようとして、犯人から拳銃で撃たれ、2月24日、死亡、3月1日、 したこと、さらに無線系統の不備や強行偵察時の写真撮影の不手際など、長野県警察側の不備が露呈し始めたことから、作戦の指揮は警視庁側を主体に行われていった。制圧作戦。方位の中、警察側は、山荘への送電の停止、騒音や放水、 催涙ガス弾を使用した犯人側の疲労を狙った作戦のほか、特型警備車を用いた強行偵察を頻繁に行った。また、立てこもっていると思われた連合赤軍メンバーの親族、坂口博の母、坂東国夫の母、吉野正邦の両親、寺岡孝一の両親を現場近くに呼び、 覚醒器を使って数度にわたり説得を行った。犯人の親は説得において、事件の最中の2月21日に、ニクソンアメリカ合衆国大統領が中華人民共和国を訪問しており、国際社会が変わっていることを挙げた。なお、ニクソン訪中のニュースについては、犯人側もテレビで見ていた。 はじめは冷ややかに母親たちの説得を聞いていた機動隊員らも、こう思う親の愛情の深さに涙を流したと言われる。しかし、犯人は警察が親の情を利用したとして逆上し、親が乗っていた警察の装甲車に向けて発砲した。長時間の検討の結果、クレーン車に釣った門券、クレーン車に取り付けた鉄球で、 三層の壁と屋根を破壊し、正面と上から突入して制圧する作戦が立案された。建物の設計図などの情報が提供されて、作戦実施が決定された。警察は、情報分析の結果、3階に犯人グループ、2階に人質が監禁されていると判断し、作戦を立案した。そこで、 破壊目標は、3層三階と二階を結ぶ階段とし、三階の犯人たちが人質のいる二階、実際は人質も三階にいた。え、降りられなくするために、まず階段のみを限定的に破壊した。鉄球の威力が強すぎると、三層自体が破壊され、崖の下へ転落する恐れがあったため、 緻密に計算された攻撃であった。なお、強行突入を前に、山荘内のラジオなどで情報漏えいを防止するため、報道機関と報道協定を締結している。次に、3階正面の各銃眼を鉄球で破壊し、さらに屋根を破壊してから、クレーンの先を鉄球から鉄の爪に付け替え、屋根を引き剥がし、 特製のはしごを正面道路から屋根へ渡して、上から二基の決死隊を突入させる手はずだった。また、下からは一階を警視庁9基、人質がいると思われる二階を長野県紀の特別に選抜された各決死隊の担当で、あらかじめ3層下の入り口から突入させて、人質救出、犯人検索を実施、という手はずだった。 しかし実際には人質は3階で犯人と共におり、また3層破壊途中にクレーンの鉄球も停止して再始動不能になってしまい、作戦の変更を余儀なくされた。鉄球作戦の効果は2階と3階の行き来を不可能にさせたことと壁の銃眼を壁ごと破壊するにとどまった。鉄球が停止した理由は 公式には、クレーン車のエンジンが水をかぶったためとされているが、これは現場警察官の咄嗟さの言い訳であり、本当は、狭い捜査室に乗り込んだ特化車両隊の隊長が、バッテリーターミナルを蹴飛ばしたためであると言われる。本来、屋外で使用されるクレーン車であり、多少の水がかかった程度では問題は起きない。 当時の警視庁第9機動隊長であった大久保伊勢夫は、鉄球作戦は失敗であったと回想している。さっさも、作戦中にクレーンが故障したため、十分な効果を得られなかったとしている。ただし、この故障説については、作戦に関わった土木会社の関係者によると、故障ではなくて、車両そのものが問題だったとしている。 そもそもこのクレーン車は警察車両ではなく、米軍の払い下げ品を地元の民間会社が使用していたもので、そこに同民間会社の敷地内にあった資材から鉄板を切り出して操縦席に取り付けるなど、防弾のための改造を急遽施したものだった。また、門限にしても専用の車両ではなく、単なるクレーン車のフック部分にケーブルで補強した上で、 鉄球を取り付けた白物だったため、ほぼ一回限りの動作が前提であったことを、鉄球作戦に車両を提供及び操縦した白田組関係者がテレビ番組、模型雑誌、及び自動車雑誌で明かしている。事件の収束。2月28日午前10時に、警視庁第二機動隊。 以下2機、同第9機動隊、以下9機、同特化車両隊、以下特車、及び同第7機動隊レンジャー部隊、7機レンジャーを中心とした部隊が制圧作戦を開始。まず、防弾改造したクレーン車に釣った重さ1トンの鉄球にて、 犯人が作った3層の銃弾の破壊を開始、直後に2機が支援部隊のガス弾、放水の援護を受けながら、犯人グループが立てこもる3階に突入開始、1階に9機、2階に長野県警機動隊が突入したが犯人はいなかった。それに対し、犯人側は12ゲージ3弾銃、22口径ライフル、 三十八径拳銃を3層内から発砲し抵抗した。この時、弾丸が盾を貫通することが分かり、隊員は盾を二枚重ねて突入した。突入した二期四中隊、中隊長上原務警部は、気づかれたバリケードを突破しつつ、犯人グループが立てこもる部屋に接近した。 作戦は当初順調に進んだが、作戦開始から1時間半後から2時間後にかけて、鉄球攻撃及び高圧放水攻撃の現場指揮を担当していた、特斜中隊長、高見茂光警部、二期隊長、内田直隆警視が犯人からの狙撃を頭部に受け、数時間後に殉職。さらに山荘内部で、上原二期四中隊長が、 顔面に散弾を受け交代したのを皮切りに突入を図った隊員数名が被弾して交代した。その他、ショックによる隊員たちの混乱、犯人側の猛者、クレーン車鉄球の使用不能等が重なり作戦は難航した。内田二期隊長が撃たれた後に警察庁から拳銃使用許可が下りたものの現場の混乱もあって、 命令が伝達されず、結局数名の隊員しか発砲しなかった。威嚇発砲のため犯人には当たらず。狙撃班も配備されていたものの、射程が長く殺傷力の大きな狙撃銃の使用は長官許可とされていたため、結局使用されなかった。ただし、この拳銃使用許可を受けて、狙撃班長保坂長次警部により、 屋根裏部屋の銃座に対する威嚇射撃が行われた。この銃座は、二機隊長、内田直隆警視をはじめとして、多くの犠牲を出していたが、この威嚇射撃を受けて、車種が退避し、無力化された。しかしその後も、犯人側は、鉄パイプ爆弾を使用するなどして、隊員たちの負傷者は増えた。 作戦開始5時間半後、作戦本部の移行により、隊長や中隊長が戦線を離脱し、指揮系統が寸断された2機を1階2階を担当とし、無傷の9機で3階に突入することを決定。また、放水の水が3層中にかかったことから、夜を越すと犯人と人質が投資する危険があったため、当日中の人質救出、 犯人検挙を決定した。また当初は指揮に関わるとして、部隊指揮官の意思を尊重する形でヘルメットに指揮官表示をしていたが、指揮官が次々と狙撃されていったことから、途中からヘルメットの指揮官表示を外すことを決定した。作戦開始から7時間半後の午後5時半から放水によって、 犯人が立てこもる部屋の壁を破壊する作戦が取られ、午後6時10分、旧機隊長、大久保伊勢尾警視から一斉突入の命令がおり、数分の後、犯人全員検挙、人質無事救出となった。逮捕時、犯人側には多くの銃砲や200発以上の弾丸、 水で濡れて使用不能になった3個の鉄パイプ爆弾、M 作戦、銀行強盗などで収奪した75万円の現金が残っていた。事件収束までの犠牲者は、警視庁の高見重光警部、二階級特進警視生と内田直隆警視、二階級特進警視庁の2人、そして、 犯人を説得して人質を解放するという意思で山荘に近づいた民間人一人が死亡した。また、機動隊員と新越放送のカメラマン計16人が重軽傷を負った。重傷者の中には、失明など後遺症が残った者も,もいる。また、坂東邦夫が逮捕される直前、彼の父親が、 自宅のトイレで首吊り自殺している。遺書には人質へのお詫びと残された家族への気遣いが書かれていた。事件が長期化した要因。銃の使用を制限したこと。警察側は拳銃や狙撃銃の使用にいちいち警察庁に許可が必要という制限を設け。 生け捕り方針でことに当たった。犯人を射殺しないようにした理由としては以下二つである。射殺した犯人をヒーロー視する者の出現を恐れたこと。人質の無事救出が最重要目的であり、かつ犯人を生け捕りにする方針であった。仮に犯人を射殺した場合、殉教者として神格化され、 他の集団に影響を与えると考えられたためである。警察は、1960年の安保闘争で死亡した菅馬美智子や、1970年の上赤塚交番襲撃事件で射殺された柴野春彦等の事例を想定していた。警察官が殺人罪で告発される懸念があったこと、1970年の 瀬戸内シージャック事件において犯人を射殺した警察官が自由人権協会所属の弁護士から殺人罪等で告発されたことへの有料もあった。告発は正当防衛として不起訴となったが事件当時は特別公務員暴行療薬罪による不審判請求が行われ裁判所の決定が下されていなかった。 牢場側に有利な地形であったこと、山荘が切り立った崖に建てられていて、犯人に有利な構造であったこと、頻繁に犯人が発砲してくること、警察の発砲が突入直前まで全く許されなかったことなどから、情報収集もままならなかった。さっさあつゆきは著書の中で、この難攻不落の山荘を、 昭和の千早城と表している。犯人が主張や要求をしなかったこと。犯人たちは警察の要求を一切聞き入れず、かつ一切の主張や要求をしなかったので、警察は人質の安否すら把握できなかった。そのため、人質の安否確認、犯人の割り出しのために、偵察を繰り返した。 事件後の情勢。連合赤軍の崩壊。浅間山荘事件での犯人逮捕で、連合赤軍は、幹部全員が逮捕され、事実上崩壊した。逮捕後の取り調べで、仲間内の臨時殺人事件、山岳ベース事件が発覚し、世間に衝撃を与えた。また、 逃走していた連合赤軍メンバーも次々と出頭し、全メンバーが逮捕された。特殊部隊の創設。1972年9月5日、西ドイツ、当時、でミュンヘンオリンピック事件が発生し、黒い9月により人質全員が殺害され、日本国内に衝撃を与えた。 事件後、警視庁は、全国の都道府県警察に通達を出し、銃器等使用の重大突発事案が発生した際、これを制圧できるよう、特殊部隊の編成を行うこととした。1975年、日本赤軍によるクアラルンプール事件によって、浅間山荘事件犯人の一人である坂東ニ夫が、超法規的措置として釈放され、 日本赤軍に合流した。坂口も日本赤軍から釈放要求されていたが、本人が法廷闘争を望みとどまった。1977年9月28日、釈放された坂東が関与した日本赤軍による脱下日航機ハイジャック事件が発生した際、日本政府は日本赤軍の要求を受け入れ、身代金、 600万ドルを支払い、超法規的措置により、6名を釈放した。だが、直後に起こったルフトハンザ航空181便ハイジャック事件での、西ドイツ政府の強行手段、特殊部隊 GSG9 による犯人射殺と対照的だったため、国内外から厳しい批判を受けることになった。この事件に対する教訓から、同年、 政府は警察にハイジャック対策を主要任務とする特殊部隊を創設した。この部隊が近年増設され、サットと,と呼ばれている。裁判。本事件の裁判は、山岳ベース事件や革命左派単独の同志粛清事件であるインバヌマ事件等も含めた、 各メンバーが関与した事件全体に対して行われた。当初、本事件の犯人は、中東少年院装置が決まっていた加藤弟以外の4人全員が、共同の弁護団による統一公判で裁判に臨んだ。しかし、徐々に被告官で事件に対する認識の齟齬や、それによる圧力が生じたり、日本赤軍が起こした。 クアラルンプール事件の犯人による解放要求を受けた、坂東ニ夫の超法規的措置による釈放、国外逃亡による離脱などの事情もあり、最終的には、統一後半組、坂口、長田洋子、上垣康弘と、分離後半組、吉野、加藤道則に分かれることになった。 統一公判組の第一審判決において、中野武雄裁判長は、本事件を追い詰められ逃げ場を失ったボートが、血迷った挙句に観光した稲織強盗と評する他はない蛮行であって、革命などとは何ら関係がないとし、これを権力に対する殲滅戦とか、内乱を目的とした戦闘などと主張するのは、 誠に少子千万、謙虚不快も甚だしいと言うべきである。ここには革命の大義名分などは微塵もなく、ただ血に植えたボートによる無差別的殺戮があっただけである、と断じた。坂口に対しては、本事件の葬式者と位置づけた上で、犯行全部に共同正犯の責任を負うことは当然、とし、 二人の警察官が射殺されたことだけを見ても、万死に値するとされた。統一公判組の控訴審においても、坂口は、自ら首相してかつ主導して、山荘内からの徹底抗戦を打ち出し、拠点としたベッドルーム内において、逐次状況を把握しつつ、他の者らを指揮し、かつ特例して、 警察官に対する殺害行為を行ったものであるのに照らすと、被告坂口は共犯者の性によるものも含めて厳しく責任を問われるものであるとされた。本事件に関係した被告では、坂口博史は死刑、吉野正国は無期懲役、加藤道則、逮捕時19歳は懲役13年と、それぞれ判決が確定し、 加藤弟、逮捕時16歳は、中等少年院装置となった。なお、坂口への最高裁判所の判決は、1993年2月19日で、浅間山荘事件発生から、ちょうど21年であった。国外逃亡した坂東国夫は、現在も国際指名手配されている。 警察関係者の中には、坂東が逮捕されるまで、浅間山荘事件は終わらないと考えている者も,もいる。関係者のその後、サッサ・厚ツは、初代内閣安全保障室長に就任。退職後は、危機管理の専門家、評論家として活動していた。特殊部隊創設に関し、西ドイツ、当時、 の GSG9 の全面協力を得られたのは、さっさの尽力がとても大きい。亀井静香警察庁警備局公安第三課課長補佐は、2017年まで衆議院議員を務めていた。国松隆司警視庁広報課長は、後に警察庁長官に就任したが、在任中何者かに狙撃されている。 警察庁長官狙撃事件。さっさの伝令だった後田茂吉巡査は、現在、衆議院議員山本裕二の政策担当秘書を務めている。BS 朝日で報道されたドキュメンタリー、浅間山荘事件、立てこもり犯の告白、連合赤軍45年目の新証言で、連合赤軍の元メンバーは、 親戚の叔父に言われた。社会を正しく導くというか、お前たちは誰か一人でも救ったのかという一言で活動をやめていた。山荘に立てこもった中で、当時は未成年だった青年が、事件後15年の刑期を終えた後に、45年ぶりにテレビ出演した。彼は60代の老人だったが、現在は、 自民党の党員になって保守思想へ転校していた。連絡の取れる元メンバーらは転校していたことなどが明かされた。エピソード。カップヌードル。事件当時の現場は平均気温が摂氏マイナス15度前後で、機動隊員たちのために手配した弁当は凍ってしまった。 地元住民が炊き出しを行い、隊員に温かい食事を提供したエピソードがあるが、実際にこれにありつけたのは、外周を警備していた長野県警察の隊員のみであり、最前線の警視庁隊員に配給される頃には、炊き出したカレーライスもローザイクのように凍っており、相変わらず凍った弁当しか支給できなかったという、 やむなく当時販売が開始されたばかりの日清食品のカップヌードルが隊員に配給された。手軽に調達・調理ができた上に寒い中長期間の勤務に耐える隊員たちに温かい食事を提供できたため、隊員の士気の維持・向上に貢献したと言われている。もっとも、さっさ厚つの著書によれば、カップヌードルは警視庁が補食として、 隊員に定価の半額で販布したものであるが、当初、長野県警察、神奈川県警察の隊員には売らず、警視庁の予算で仕入れ、警視庁が水を汲んで山に運び、警視庁のキッチンカーで湯を沸かしたからというのがその理由。警視庁と県警との圧力を生んだとある。このカップヌードルを食べる隊員たちの姿が、 テレビの生放送で幾度も大写しで報じられ、平均視聴率50%を超える注目度もあって、同商品の知名度を一挙に高めた。直後から他県警や報道陣からの注文が相次ぎ、それがさらに大きく報道されたことで、カップヌードルの売り上げは爆発的に伸びて一躍ヒット商品となった。モップル社。 2月22日、浅田光輝、立正大教授、丸山輝夫、僧侶、水戸岩尾、東大助教授、木村宗、弁護士、ら、救援連絡センター、モップル社、と名乗り、立てこもりとの交渉を名目として、野中伊佐夫本部長に面会を求めてきた。応対したさっさによれば、 身の安全については自己責任の原則。対話にあたっては通帳にわたることはしない。現場の警察官の指示に従うことの3点について書面で制約することを条件に、立てこもり犯への説得をすんなりと認めると、高圧的な態度で望んできた彼らは動揺しだし、あの、彼らは我々に向かっても撃つでしょうか と、さっさに尋ねてきた。さっさが、そりゃ打ちますとも、実の親に向かって発砲する手合いですからね。ではどうぞ気をつけていってらっしゃい。と言うと、東京の本部と相談してから返事します、と退散した。後に彼らが無条件での面会を求めてきたため、断ったところ、記者会見を開いて、警察批判をぶち、 軽井沢町内に宿泊して、連合赤軍銃撃戦断固指示、山狩警官ピストルで射殺を企む。威嚇でなくて本当だ。警視庁から狙撃犯50人を集めた。と書かれたビラを撒くなどの宣伝活動を行った。他に、日本社会党所属の元大義士である高津正道が3月1日に、 日比谷野外音楽堂で開かれたある集会において、連合赤軍はわずか5人で1400人の警官隊を相手によく戦った。今や社会主義運動は言葉だけでなくなった。私は50年もの間、この日が来ることを首を長くして待っていた。これで革命も間もないことだろう。と演説を行い、聴衆の大喝采を受けるなど、 事件当時は、連合赤軍を支持する者も,も一定数存在していた。鉄球作戦。サさ厚行によると、当時テレビの前の視聴者の度肝を抜いた鉄球作戦は、実は、東大安田行動事件の時、当時警視庁警備第一課長として、現場指揮担当であったさッ自身が提案したものが、 後に浅間山荘で実施されたのだという。さっさは、全教頭による建物上部からの抵抗から、機動隊員を守り、かつ速やかに占拠された建物への突破口、侵入路を安全に確保するために、安田行堂の正面入り口を、建物解体用の門券で一気に破壊する、という正面突破作戦を愚信したが、 旗たのあ警視総監、当時、から却下された。その理由として、安田行動は、国の登録有形文化財第1号であり、安田財閥の創始者、安田善次郎からの寄付でもあるための配慮があったのではないかとしている。加藤道則は、クレーン車が出現した時の心境について、山荘に入った時から、 勝負にならないと思ってはいたが、このクレーン車の出現には、まるで歯が立たないと絶望感を覚えた、と振り返っている。なお、近年のテレビ番組において、警察側に重機、鉄球クレーンを提供した機材会社、また実際にクレーン車を操縦した民間協力者が実名で報じられている。 以前は報復を警戒して、テレビ番組では当事者が否定していた。だが、警察の努力により、連合赤軍及びその審判が報復活動に出ることが不可能となった。要するに連合赤軍が壊滅したため、この状況をもって、当事者が実名で現れても、報復の心配がなくなったことが証明されたと言われる。 使用された鉄球は2018年時点において長野市内の株式会社白田組に残されている。ヘルメットの衣装当時現場の隊長、副隊長は指揮を円滑に進めるためにヘルメットの衣装が少し変わっていた。そのことが災いし、それさえ理解していれば容易に体調格を特定して 狙撃、指揮系統を混乱させることが可能だった。事件の後、これらの問題点からヘルメットによる識別は撤廃された。現在はヘルメット後頭部にある階級戦によって識別が可能。生中継。1972年2月28日の突入作戦時に NHK 民放5社が 犯人連行まで中継しているが、このうち NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビの中継映像が VTR で残っている。長野放送とフジテレビが、当時はまだ白黒用だった長野放送の中継車を通じて、犯人連行の様子を高感度カメラで捉えることに成功。当時、 報道に力を入れていなかったフジテレビは、これを機に報道に力を入れるようになった。また、暗視カメラとして白黒カメラが見直されるなど、後のテレビ報道に影響を与えた。広報の治安。当時の長野県警察の定数2350人中、浅間山荘事件と、他メンバー潜伏の山狩りのために、 838人、定数の36%を動員していた。そのため、事件が長期化するにつれて、広報の治安が心配され、交通事故の増加や窃盗犯の増加が懸念された。しかし、事件の長期化とともに、犯罪発生件数や交通事故は減少傾向を示していた。これは、 事件の放送が異常な高視聴率を示していたことから、大勢の人間がテレビを視聴していたことになり、外出を控えて自動車の絶対量が減ったり、在宅率が増えて空き巣が入る対象の空き家が減ったり、犯罪者自身もテレビの事件報道を視聴している間は、犯罪を犯さなかったためとされている。警備心理。 警備心理学研究会の宮城音也東稿大名誉教授、島田和夫精神女子大教授らが現地に派遣された。両教授から、インフォメーションハングリー状態となっている隊員らに情報をこまめに伝達せよ。明かりや音による陽動作戦で犯人たちを眠らせないようにせよ。などと警備本部幹部へ助言がなされた。 一方、高橋幹夫警察庁次長の肝入りでできた研究会の現場視察とあって、張り切っていた科学捜査研究所の某議官が、幹部らの面前でテレビ出演の段取りまで仕切り出し、憤慨した丸山孝参事官が、富田智彦警備局長に抗議電話をかけた。事件後の人質女性。事件後、 行動合戦が過熱する中、入院した人質女性は、マスコミの取材等は一切の断絶状態で、長野県警察本部に厳重に警護されていたが、精神科医の問診や警察の事情聴取の模様等が特種として新聞に次々とスクープされた。これは、病室のベッドの下に仕掛けられた盗聴器を使用して、 警察や他者を出し抜いていたものであり、電池の交換に来た記者が病院に侵入したところを取り押さえられたことで判明したが、大物記者らによる必死のもみ消し工作の買いあってか、表沙汰にはならなかった。3月1日に開かれた短時間の記者会見で、退院したらまず何をしたいかとの問いに対し、みんなと一緒に遊びたい。 といった気が動転している中でなされた女性の発言の一部がセンセーショナルに切り取られた上、あたかも犯人たちと心の交流があったかのごとく、女性が所持していたお守りを夫が勘違いで犯人からもらったものと別の記者会見で語ってしまっていたことも一因であった。報道された。この結果、 女性は広く世間の批判を受けることとなる。実際には、一日一食、ごったにみたいなものを食べさせられた。二十六日からは、コーラ一本しかもらえなかった。二月二十九日の報道、朝日新聞のスクープ、を見たら、まるで私が赤軍と心の触れ合いをしたみたいに書いてあって驚いた、と、 女性は後に述べている。この会見後、女性の元への激励の手紙が激減し、逆に、うどんが食べたい。病院で食欲を尋ねられ、うどんを所望していた。とか、遊びたいとは何事だ。お前のために警官が死んでいるのに何を考えているのか、といった文言や、 カミソリの刃を同封した脅迫の手紙が届くようになり、週刊誌は女性のプライベート情報や虚偽の内容を織り混ぜて、嘘なきバツバツ、女性の名前、偽善者と書き立てた。女性はあらかじめ夫が目を通して問題がなかった手紙のみを渡されていたが、精神的に不安定になっていった。 女性は衰弱しながらも、3月11日に、それまでの報道を否定する記者会見、全国からの励ましへの感謝、殉職警官遺族へのお詫びの意向、監禁中は常に拘束と監視を受け、生命の危機にさらされていた胸を涙ながらに行った。それ以後、女性はマスコミとの接触を拒むようになった。 3月1日に東京で殉職警官の合同葬が行われたとき、女性は病室から浅間山荘の方角に向けて黙祷を捧げながら涙を流していたという。また退院直後には山荘に直行し、殉職者の祭壇にひざまずき、申し訳ありません、と泣き崩れた。加藤道則は、 事件後に出した著書で、懸命に不安や恐怖心と戦い、自分を保とうとしている様子だったが、やがて精神的なショックからか、あまり食事も取れなくなった。牢場の後半からは、ベッドルームで寝ていることが多くなった、と牢場中の女性の様子について綴っている。浅間山荘その後、 事件後10年ほどは、浅間山荘は観光名所となり、観光バスのコースにもなっていた。その後、大半を取り壊して建て直され、アートギャラリーとなった後、現在は中国企業の所有となっている。